ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、マサルです。今回は、OPPO から新型のスマートフォン R17 が発表されましたので、こちらについてご紹介したいと思います。まず、今回発表されたのは R17 と上位モデルとなる R17 Pro の2つのモデルとなります。予約は8月18日から。そして、外観はこのような感じになっています。外観の特徴としては、この上部のノッチ部分で、通常長方形に近いようなノッチが採用されることが多いんですが、こちらは三角形を逆にしたようなノッチになっています。画面を広く使うことができますので、この形が意外と実用性が高いかもしれません。また、この R17 ですが、ガラスは先日発表されたばかりのゴリラガラス6が搭載されているとのことです。その他、指紋センサーも搭載されているほか、RAM は 8GB、ROM が 128GB のモデルが存在し、CPU は最新の10ナノの CPU が搭載されるということですので、おそらくこちらもつい先日発表されたばかりのスナップドラゴン670あたりが搭載されるのではと言われています。まだ OPPO の製品ですので、カメラ性能もかなり期待できるのではないかと思います。バッテリーについては 3500mAh で、薄型のスマートフォンとしては十分大容量のバッテリーを搭載しています。ということで、こちらのページにはまだ概要しか紹介されていませんが、今月18日には詳細なスペックが発表されるものと思います。詳細なスペックが正式に発表されましたら、また別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。